はい、ババリアンクロッシェのこの活用法、本日は実験です。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、ちょっとね、声の方は少し回復してきたんですけど、まだ完全に本調子じゃございませんもう喉が今赤い状態なので、可能したりなんだりって言ってご飯食べれないって状態ではないので、なんとかこのまま回復の方に向かっていってもらえたらなと思って、今一生懸命もう喉は潤しております。はい、で本日もまあ毎日の編み物をやっていこうと思います。これね、以前ババリアンクロッシェ編もうかなって、これアマリートでコーン巻き、もうかれこれ我が家に10年ぐらい、ずっと10年ぐらいいるコーン巻きたちなんですけど、いい加減これ消費しようということで、ちょっとババリアンクロッシェを編んで、で大きくなったらクッションカバーにしようこういうね、大きくなったらクッションカバーどうかななんてね、もう軽い気持ちで考えてたんですけど、ここまで編んだ時にですね、ちょっと、もう一段、まあ、正直に言いますと、もう一、二段編んでたんですよ。この糸でもう一、二段、ちょっと編んでたんですけれども、ちょっとね、やってみたいことが出てきてしまいまして、急遽、二段分ほどきました。で、何をやろうかと言いますと、はい、これ何でしょう？何だと思います？洗濯物の編み、洗濯編みです。で、もう100均で買ってきたやつなんですけど、とってもとっても小さなお手頃サイズの100円ショップの、洗濯編みです。これ、内布にできないかなって思いまして、これ、ババリアンクロッシェのこれ使い、こうしてのこっから上を、普通に別の編み方で編んで、バッグにならないかなっていう、発想が出てきてしまったので、でね、そういうの出てきちゃうとね、もうやりたくてしょうがないんですよもうやりたくてやりたくて、もうちょっとやってみたいがね、ムクムクと出てきちゃって、ちょっともうはい、クッションカバーとかそんなんじゃないと思ってやり始めようと思ったので、本日からこれちょっとババリアンクロッシェ利用したバッグですね、バッグの製作に入っていきたいかなと思います。で、下半分、ちょうどババリアクロッシェ、こう、片面にするにしては、ちょっとね、ちょっと大きくなりすぎてる気がするので、まあ、これはこれでかっこいいんですけどね。はい。こういう状態でもかっこいいんですけどね。まあ、これ半分。で、上は別の長編みかなんか、シンプルな。もう下がこんだけゴテゴテしてるので、上半分はちょっとシンプルな編み地にして、で、これのいいところはですね、編みなので、ものすごい編みなんですよ。編みなんですよ。なので、まあ、縫い付けもよし、縫い付けるのもよし、縫い付けようかなとは今回は思ってるんですけど、縫い付けるにしてももうすでに形になっているものですので、もうチャック付きですよ。形になっているものなので、合わせやすいかなと思いまして、で利用できるかなと思うので、ちょっと試しにやっていきたいと思います。で、まず、まあ、計画といたしましては、今ね、ふと思った、もう本当に先ほど思った計画といたしましては、ここ両側をまず止めちゃいます。で、止めて一応こう袋状になったところで全体的に目を拾ってぐる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 上に向かって編んでいければなというぐらいの単純な構造を考えておりますので、まずはこの両側をですね、ちょっと外表にして編んでいきたいなと、もうただただそれだけでございます。で、今ここを同じに赤い糸あるので、赤い糸一番ね、多分これ余ってる糸なんですよ、赤いのが。あんまり赤いものってあんまり編まないので、散々余ってね、残ってたやつなんですけれども、これを使って、ちょうどここに鎖編みが入ってるので、鎖編み挟んだ線対称に綺麗にね、対照的になる、2つによったら対照的になる編み地なはずなので、この長々編みをすくいまの引き上げ編みを
の細編みをしていこうかなと。2本2つの生地を取ってきては細編みで、2つの足を取ってきては細編みとしまして、でこの一番下、これ細編みが入ってるんですけれど、細編みとこっちの細編み両方2枚の細編み取って、普通に細編みで、また、はい、長々編みのこっち1本目で、奥側の1本目取って、両方とも足をすくっていっぺんに細編みの引き上げ編みをすることで、2つともよいしょ、合っていくかなと。ちょっと本当にね、どんな形になるのか未だにまだあまり想像ついてないんですけれど、楽しそうじゃないですか。はい、こっちの細編みと裏側の2枚の細編みと、結構もうね、すごい100円ショップ行って何気なく見た。いや、内布ね、バッグとかの内布の問題って、私縫い物がほんとダメで、もう長年ね、長年というか私の動画をねずっと見てる方は分かってると思うんですけど、ほんと縫い物が壊滅的でして、なんとか縫わないで終わらせないかなっていうのを結構ねいつも考えちゃうんですけれど、これだったらって最悪編めるなって思ったんですね。まあ、この今ね、5号針でこれなぜかこの洗濯ネット裏がすごい細かいメッシュで、表が大きいメッシュなんですよ。なので、まあ、大きいメッシュだけ拾ってもいいんですけど、強度的な感覚で言うと小さい裏側全部ですね、この2枚とも拾ってつけるのが一番強度があるなと思ったので、それこそレース針12号とかって楽勝ですもんね。楽勝感漂うぐらいすぐ編める、縫える代物になるんじゃないかなと思って買ってきておきまして、でさてさてどんなのを編もうかなって思ってた時に、ちょうどこのババリアンクロシェの生地が目に入りまして、でピンと、あ、一緒にしてみようかなっていう、そういうのが来ました。はい、 で一応ここつなげ、今編みつなぎまして、同じね赤い糸だから編み地が目立たなくていい感じです。細編みしてるのでここにね編み目が出てきてるんですけれど、気にしないぐらいのレベルですね。でここ最後鎖編みのところを拾って、ではい、おしまい。で反対側も同じように編んでいきたいと思います。よいしょ、よいしょ。で、あれですね、ババリアンクロシェの編み方が何っていう方は、以前これ編んでる動画撮ってますので、まあ、そちらの方をご覧になるか、あとまあびっくりするぐらいいろいろ出ております。いろんな方がいろんな解説をして編み方見てますの、編み方出てますので、そちらの方を検索してみるというのもおすすめします。とりあえず私よりは上手だと、皆さん編んでるのは私より上手だと思いますので、まあ、そちらを参考にした方が綺麗に編めるんじゃないかなと思います。でこれだと内布って結局内側に編みが入るので、ちょっと薄めの生地でもふわっとしたり穴が開いてるような生地でもちゃんとバッグとして物が入れられていいんじゃないかなという感じですね。はい、これで2つ両側ね外表に合わせまして入りました。でここから単純にね長編みでいこうかなとも思ってたんですけど、こうせっかくだからもう松編みチックにしても面白いかな。まあ、とにかく糸をつけて1周していこうかな。よいしょ、
じゃあここからスタートです。よいしょ。3目編みまして、同じところに長編みを1、2、3目かな3目編んでてっぺんに細編みで、この下のこの細編みのところに谷のね谷のこの細編みのところによいしょ長編み7目入れましてでてっぺんにでとりあえず糸赤い糸が続くまでかなやっていこうかな。はい、本日もまたこうやってねちょっと新しいアイディアというか考え方ですね考え方というかいいもん見っけた、まあ、これを利用してみようかなと別にあの売られてる巾着だったり他のもね内布になりそうなやつとかでも OK だと思います。私は本当に裁縫が苦手なのでできるだけ楽して布が作れればなというただただその思いだけでございます。いやもう北海道真っ白になりましたよね。真っ白やでって、まあ、また溶けるでっていう感じですけどこれ繰り返すんだろうな。降るときに一気に降りました。なんか最近降るときドンって一気に真っ白になるまで雪の車の上に雪積もるまで降ってでまたスッと、まあ、徐々に溶けていくって感じなので結構油断ならないというか。もうね今朝はね娘を学校まで送るのはなしにしております。私の運転も怖い。スクールバスが出てるので毎朝それで行ってもらってると。こんな感じで松編みにしてみました。ちょっと今これだとここの模様が派手すぎてちょっと目に入らないと思うんですけれどもこれで行ってみる。で赤が続く限り赤でやろうと思います。はい、松編みなので、はい、あの終わったら次てっぺんに細編み入ってでこの谷のところの細編みのところに次の長編み7目が入ると。まあ、という感じでこんな感じでいこうかな。もうかれこれもう30分超えなので、はい、こんな感じで内布に、洗濯機の洗濯のね洗濯ネット持ってきたらどうだろう面白いかなというのがちょっと思い立ったので今日本日編み始めてみました。今まで編んだババリアンクロッシェの、この大きい四角い正方形のモチーフを利用しましてでここから上はちょっと松編みかな。今日はだからこの両端こっちとこっちをそれぞれ長々編みの引き上げ編みで合わせて閉じましてでそこから上の方は松編みしていこうかなということで松編みを開始しております。さあどうなることやらですね。で上までここまで編めたらあとはあの終了してここを縫い付ければおしまいという巨大なポーチでもとして使ってもいいし持ち手をつけてちっちゃいバッグにしてもショルダーバッグとかねショルダーの紐つけてバッグにしてもいいしと思っておりますのでまずはこの本体作りましょうということでまあ少しずつねとりあえずこんな感じで形にしていきましょうということでまた明日でまあこれはまた同じ編み方なのでやっていくしかないなとは思ってるんですけれども糸ね足りると思うんだよね。足りなかったら足りなかったでまた他のこと考えますし足りたら足りたでそのまんまじゃあショルダーにするのか手持ちのバッグにするのかいろいろ考えたいと思います。はい、それではまた明日はまた別のことやっていこうと思います。じゃあ